霊媒師の両手から出る光。頭にあるのは物質化現象だとされる。ポルターガイスト現象火の玉。絵は鬼火。他にも玉電も UFO 臨死体験。ファフロツキーズ超常現象とは、現在までの自然科学の知見では説明できない現象のことである。パラノーマルという表現は1915年1920年に作り出されたものであり。 パラはラテン語でを超えたという意味である。パラノーマルという表現はアンブレラダームであり、サイキック現象、テレパシー、超感覚的知覚、サイコキネシス、幽霊などを指す語である。この世界に存在すると思われるもののオーソドックスな科学では説明不可能なこと、あるいはオーソドックスな科学が調査対象にしていない現象を指している。 頂上現象には特殊な能力を持つとされる人間が関わっているものや偶然では説明がつきそうにない出来事や不思議などが含まれる。例えばリンピクネット著頂上現象の時点などでは次のようなものを挙げている。他には次のようなものが挙げられることもある。ギャラップ社が2005年に調査したところ、米国人のおよそ4人に3人が少なくとも一つの 症状現象が実際にあると信じているという結果が得られた。同社の発表によると、同調査の結果、米国人で一番多く信じられているのは ESP であり、41%の人がこれを信じており、2位は家に幽霊が取り付くことがあるということであり、米国人の37%がこれを信じている。3位は幽霊。 あるいは死んだ人の魂が特定の場所に戻ってきたり、特定の状況で現れたりすることで、米国人の32%がこれを信じている。4位はテレパシーで、米国人の31%がこれを信じている。あとは5位、クレアボヤンス26%、6位、先制術25%、7位、霊界との通信21%、8位、魔女21%、と続いた。 研究科関連項目、超心理学社会議派関連項目、とんでも本、技術科学、科学における不正行為、アドホックな仮説、単数型はフェノメノン、複数型はフェノメナ派と、電気人間とは電気を発するとされる人間のこと。ちなみに、電気を発生することが確認されている魚類ならば、通常の生物学の範疇で、いくつも知られている。 デジタル大事選、パラノーマル、ビクショナリー。com、アスク。com。二千十一年三月三十一日閲覧。ABC ・オーパロ、クリストファー、ホワット・ドーズ・パラノーマル・ミーン。ミッド、アトランティック・パラノーマル・リサーチ。二千八年十一月二十三日、閲覧。ABC DE ・ DEF、g h i JKL、MN、OP、QR、STU、VW、XYZ。 AAB, AC アド a a f AGI, AJKR M1 AO AP リンピックネット頂上現象の時点青2社1994年ピアニッシモ一1から134学研ミステリー百科4頂上現象の大百科学研パブリッシング2014学研ミステリー百科4頂上現象の大百科学研パブリッシング2014 学研ミステリー百科4頂上現象の大百科学研パブリッシング2014学研ミステリー百科4頂上現象の大百科学研パブリッシング2014学研ミステリー百科4頂上現象の大百科学研パブリッシング2014学,20学研ミステリー百科4頂上現象の大百科学研パブリッシング 2014ABCDE ありがとうございます。